はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやっていきましょう。はい、ということで前回はマーカスだったかな。で、まあバカ息子が金の無心に来たっていうとこだったんですが、今回はね、コナーパートということで、ビジョン濡れの中にチミーズバーの中に入っていきます。で、ノーアンドロイズアローンって書いてあるのにね、ずかずかと入っていくと、あー誰だお前、アンダーソン君お帰り、君を待っていたよ、なかなか壮観なもんだろうっていうことで、あれ、ちょっと待って、いきなりスキャンができないね。お、えい、ちゅい、誰だ、彼がジミー・ピーターソン。はい、で事業主ですが、ありがたいことに前科なしと、はい、で彼がデレック・マイヤーズを逮捕歴なしですね。僕はアンドロイドを超えたら、続いてこの人はどうだ、アンダーソン、アンダーソン、エドワール・デンプシー、デブシー、この二人の関係性は一体何なんだ。続いてジョン・グラハ、ジョナ・グラハム、犯罪歴なし。おい、なんで？めっちゃ見てくるやん。眠そう。おやすみ。で、続いて、顔認識心配。あ、ちょっと待って。ターゲットの顔見えない。お？ Buy me a drink? 奢りたいのか？いやいや、奢る気はないよ。ちょっと待って。あー、見えた。チュイーン、ピン。飲酒運転。いかにもしてそうな顔だな。で、続いて、あー、はい、あれ、そう、はい、ふい、あなたは、うちキムヨハン、家庭内、ダーブイヤな、ダーブイヤローか。2038年もこんななんかレトロゲームやってんだな。はい、で、あなたは、サミエル・マックレイ。ちょっと、アンドロイドですか、催してきた。ああ、私、ついてるけど、機能しないから、そっちに入らせてよ。今日も髪型はバッチリ決まっております。じゃなくて、バン、アンドロイド禁止せよって。これ誰かいたとかの、めっちゃアンドロイド嫌ってます感が半端ない。ここは特に調べるものはなさげだね。 OK。 で、続いて、早く彼女でも見つけろよ。それがさ、女ってやつはって、麻薬、こいつ一番悪いじゃねえか、麻薬売買って。麻薬ってほんとも人の人生破壊しちゃう力があるわけだからね。クリス・ロバート、こいつ犯罪、巻き込まれるぞ、注意しろ。お、NB やってる。おい、出てけよ。お前が出てけよ、犯罪野郎。で、これはあれだね、NBA じゃなくて、どちらかっていうと、NCAA だね。時期的には、時期的に NCAA はやってないよね。予選か。ということで、ハンク。はい。バレてるよ。アンダーソンくん。あれ？ちょっと待って、写真と実物が全然違う気がするけど。じゃあ、Lieutenant Anderson。アンダーソン。私はこのサイバーライフから発見されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずと言われたので、5件ほど探し回りました。何の用だ？あなたはある事件の担当になりました。あの手柄の殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎を助けなくて、もっとの方だ。分かったら、おとなしく、お家に帰るんだな。脅す。警部補、あなたの職務態度を上層部に報告することもできるんですよ。めっちゃ緊張してる。シンプルに、なんか腹立つな。粘ろう。警部補、大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないです。ここは学校か？いいえ、バーです。Never mind. ああ、そうだな。先を取り上げよう。
はい、終わり。I think we can go now. さあ、もう行きましょう。よっぽどぶん殴られてみてえだな。これは任務ですよ。それに私に傷がつけば高い修理代を払う羽目になる。二度とバーに来れなくなりますよ。近頃の技術プログラムスやろう。プログラムスにやる。ごちそうさん。お勤めだ。どうせこういう結末になるんだからさっさと現場行けばいいのにね。さ、ということで殺人現場にやってまいりました。前回はね、相当いい関係を築いてきてたんですけど、今回は残念ながらいきなり敵対になっちゃいました。もうぐんぐん評価下がってる。はーい、到着とか中にあるなんて。ここで待ってる。すぐ戻る。譲らない。 No way. No. 一緒に行きます。 Listen.いいか、無事に今日一日終えたかったら俺をこれ以上平つかせないことだ。相反する命令優先事項を選択中ということなので、当然ながら無視します。ドアを開けよう。ドアを開けて出て。その事件だそうですね。悪いがノーコメントだよ。まさかあそこに人が住んでたわな。すごいのこれ。アンドロイドは立ち入り禁止です。あ、お前もアンドロイドじゃないか。よく見たら LED があるじゃん。めっちゃ睨まれる。口を開いたら何かに触って俺の邪魔をしたりするの。はい。よー、ハンク。来ないんじゃないかと思ってたと思った。頑張らなきゃ来なかったのかな。へぇ、まさかあんたがアンドロイドとは。何があったの教えてくれ。最初に調べるところは、家の周辺は特にないから、警察が調べてからいい。OK。じゃあ行きましょう。お邪魔します。ということで早速、調べられるものはないか、どんどん見ていこう。たく、ひどい匂いだよ。まだ開けて少しにマシになったけど、窓を開けるのはいいけどさ、なんだっけ、大丈夫なのかな。Has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was. これはなんだ。ドラッグ。レッドアイス。ブラックドラゴン。Stayed inside most of the time. They hardly ever saw. アイス。Stayed easy. なんか急に部屋の温度が寒くなってきた気がする。Waited till morning. 同期中。乾いた血痕、カルロスイスサンプル19日以上約3週間。3週間以上前だろうなって。でも19日って出てるので3週間サンプルだね。で、着きまして、ナイフ、分析、除菌、指紋なし、アンドロイド、あ、アンドロイドは指紋がないんだね。The landlord said the front door was locked from the inside. 裏口から逃げたんだろう。本当にそう思うか。 What do we know about his androちょっとプロ注意。今はない。めっちゃ見てる。うじ節湧いてる。実際、お葬式とかでしかね、遺体を見たことがないから、どんなもんかっていうのがわからないんだよな。こういうところで。まあまあ、こんな機会がまずないからあれなんだけどさ、普通は。あれ？もう調べられないのか。じゃあ続きまして、まだ調べてない。あったね。ほい。続いて。あれ？ここに今なんかなかったっけ？あったあったあった。調べる。Wow! Can't visit us! ただただエロい。なんかめっちゃ押された。開けよう。ネズミがチューチューは出てこない。このカルロス・オーティスっていうのは、ただ単に、一人暮らしの人なのかな？じゃあこっち行きましょうか。ほい。失礼。あ、なんか今 LB ってあったね。LB。乾いた血痕。オーディス。これは特に調べられはない。で、続いて、人の手じゃこうはならないだろうな。LB。乾いた血痕。ここにも血痕があるね。Chris, is this written in the victim's blood? 状況報告書。あ、じゃあ、調べましょう。
裏口から逃げたっていう検証というか推理があったけど、果たしてそれは本当なのかっていうところだね。分析。同期中。デトロイト死刑過去60分以内。正面は鍵やかけられた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経ちや足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。容疑者の逃走経路はこちらではない。納得いかない感じだね。これでまた評価ぐんぐん下がっていくのか。大丈夫。続きまして調べる。同期中、指紋がついてるね。カルロス・オーティスと犯罪歴。窃盗と暴行か。まあ、もう見た目のまんまやばいやつだね。これは読んだことがある系男子なんで、まあ、次行きましょう。特に調べるところもない。で、これだね。凶器が一本なくなってるってやつだね。凶器はここにあった。続いて、あと3つ調べなくちゃいけないか。なんでそもそも10個って分かってるんだ。おお、これは何だったっけ、ウォーキングデッドに出てくるさ、あるじゃん、ルシファーか。でも首が刺さってないからルシファーじゃないな。ルーくらいかな。じゃあ再現してみましょう。ギャー、変異体ナイフを手に取った。で、ちょっと戻ろう。お前の料理がまずいんだよバカ野郎って、まあ、こんなことしたらさ、普通そりゃ動物だってね、身の危険をね。お、どこ切った。すあ、首切っちゃら腕を切ったっぽいね。ギャーで、ここまでここでね。サンプル取り終わったか。と思うじゃん。で、ここら辺の操作は終了したっぽいね。じゃあ次、奥行きましょう。ここは、何がある？開けたら、犯人見っけと思ったら、RA9、ね。取り憑かれてるの何度も書かれたもんし、でもすでにもうなんか、やばい兆候があったってことになるので、これをパキーンって割ったらセーブポイント。それはリトルナイト。これは一体何なんだろうな。結局なんかゲーム一瞬やった時にあれのなんか解決運動みたいのは何も出てきてなかったような気がするけど、これでここは調べるの終わった。でこことかは特に何もないかな。あれ、じゃああと一個どこだ。あれ、あ、あった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 。じゃあカルロス・オーティスを調べるね。だからナイフを見つけたから調べる。分析。 I Live 均一な文字フォント、サイバーライブさんで調べる。刺されすぎだよね。死亡、カルロス・オーティス 170.7cm130kg。 続いて何か生えてる。レッドアイス。はいはいはい。だから薬を摂取しすぎて、で、なんか、アンドロイドが幻覚か何かを見たんだろうね。刺し傷。内出血。で、あとは、あ、なんか手に持ってるね。これは、データベースカルス・オーティスと一致。で、窃盗加重工。じゃあ再現しましょう。ほい。やめてくれやめてくれやめてくれって。なんかめっちゃ刺されてる感じか。あ、違うな。瓶で滑ったのか。普段から殻付けをしておかないからそうなのね。人を刺したことがないからどういうあれなのかわからない。キッチンから来たと。で、もう一回戻っていくと、やめるんだ、ズッシュ。やめろ、やめろ、うわーうわ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 。後ろに血が飛び散っていく映像が分かったね。あー、ということで、これで全部28回刺されているようです。ああ。はい、相当恨んでたみたいだな。
アンダーソン警部補に報告する。他本当に何もない。あ、なんかある。あ、違う、警部補、あれ、あ、警部補に話すことなのかな。警部補、何があったか分かりました。Oh, yeah. そうか。Shoot. じゃあ、聞いてやるよ。It all started... 事件の始まりはキッチンです。In the kitchen. バットが落ちた。There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android. 被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。With the bat. Boss. Rise up with the evidence. それなら証拠も一致するな。続けろ。一周目の時は本当にポンコツだったから、アンドロイドが。そうだね、アンドロイドが、そしてアンドロイドは被害者を刺した。それじゃあ、アンドロイドは自分の身を守ったってことか。Okay, then what happened? その後、何が。The victim fled to... 被害者は逃げたんです。リビング。The living room. リビングに。やめろー、やめ、上、上。うわ、うわ。もうこれ、あ、オーバーキル。Tried to get away from アンドロイドから逃げようとしたのか。はい、right, that makes sense. 筋は通ってるな。The android murdered アンドロイドは被害者を with the ナイフで殺した。Okay. なるほど。Your theory is not totally. お前の推理もあながちふざけちゃう。It doesn't tell us where the android went. だが、アンドロイドはどこに行ったんだ。It was damaged by the バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。Lost some what? なんだって。シリウム。シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。数時間で蒸発するので、裸眼では見えなくなるんですよ。ああ。でも、お前の目には見えるんですか。その通り。おお、ハンクの評価があった。で、スキャン。ブルーブラッド。ああ、そういうことね。ブルーブラッドの後をたどる。ブルーブラッドの後をたどる。ブルーブラッドの後をたどりたいが、なんか邪魔なやつがいる。で、ブルーブラッド、ブルーブラッド、ブルーブラッド、こっちにもあるね。ブルーブラッド、ブルーブラッド、オッケー。で、調べる。うん、はしごか何かがあったようですね。はしごを使った。でもそのはしごがない。開ける。違う。あれ、そっちじゃないよ。あ、カーテン開けようとしてない。あ、屋根裏に続く痕跡メッケルで開けましょう。犯人メッケル。もっか。いや、またぐだけかーい。じゃあちょっと屋根裏に行ってみようか。 hey, hey, hey. What are you doing here? おいおい、お前その椅子どうすんだ。調べたいところが、調べたい。登りましょう。お邪魔します。ドゥルンドゥルン。おお、犯人いるね。バレてない、バレてない。今ならまだバレてない。最高。何か飛んでるよ。屋根裏を捜索する。静かに。だるまさん転んだ。逆に動いたらあかんよ。睨まれてる気がするね。続いては、操作してないのに勝手になんか進み始めたっていう恐怖がある。なんか動いたね。よいしょ、こらしょ、頑張るぞ。うん、どこに何が潜んでいるかわからないからね。注意して進むように。さあ、犯人ちゃん出ておいで。痛くしないからさ、お兄さん優しくするよ。出てきた。変異体を発見。I was just
もう僕身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。I'm begging you. お願いだ。Don't tell him. 黙っててくれ。おいコナー、上で一体何してんだ？警部を見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐこっちに来い。急げ。そりゃあね、ミッション遂行のために動かなきゃいけないから、ちょっとそれは聞けない話でしたよね。さてさて、今回はどうなった？変異体を見つけないっていう結末もあんのけ？ほう。へえ、そんな結末あんの？浴室を調べる、ナイフを分析。え、なんかまだまだ調べられるものがあったんだな。アンドロイドが監視を読む。ああ、それは関係ないね。事件を再現した。あ、なるほど。再現できないで、もうポンコツだからお前帰れよっていうパターンもあるっていうことなんだね。はあ。それでも、もうね、現場のあれだね。むちゃくちゃになってくるよね。で、外で待つ。ハンクの飲み物をこぼす。バリバリ喧嘩を売りに行った回だったね。はい。ということでね、そんな感じで、進めていった回だったんですけれども、また次回もね、楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、本日の動画は以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。